80年代に盛り上がりを見せていたグループ C レースに初期から参戦しながらも、国際レースでは苦しい戦いを強いられていた日産。そんな日産が本気で世界選手権、ルマン制覇を目指して生み出したマシンは、とんでもないモンスターでした。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は1989年の日産 R89C のエピソードについて解説していきます。このチャンネルでは、モータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。1982年より FIA が新たなにグループ C カテゴリを設立し、83年より日本でもこのグループ C による全日本選手権が開催されるようになると、日産は当初、ここに旧グループ5カテゴリのマシンをベースとした車両で参戦。その後、日産のモータースポーツ部門であるニスモが設立されると、ローラ、マーチの市販シャーシをベースにシーカーを製作して参戦を続け、1985年のウェックジャパンでは、海外勢が大雨により相次いで棄権するコンディションの中、星野和義の手によって見事優勝を収めていたのです。しかし、そのゴルマンへ進出すると、世界の壁に直面。1986年からの3年間で全く結果を残すことができず、中途半端な体制では歯が立たないことを痛感していたのです。すると、ルマンの厳しさを知った日産は、グループ C 参戦体制の見直しに着手します。ルマンでは結果を残すことができなかった1988年ですが、この年からマシンのメンテ、チーム運営などの全てをニスモが手掛ける、フルワークス体制に移行。エンジンは前年の87年から自社開発していましたが、古いノウハウの元設計され、いまいちパフォーマンスを発揮できていなかった3リッター V8 エンジンを改良、マシンも前年のマーチ 87G を流用するなど、どちらかといえば体制見直しの準備期間のようなシーズンとなったのです。そんな中日産は、88シーズンの途中に、翌年投入予定の新車、R89C の開発に着手。そこでは、それまでのグループ C カーの常識を覆す設計が構想されていました。日産がそれまで使用していたマーチのシャーシは、グループ C の規定最低重量である850キロを大きく上回っていました。そこで日産は、新車の設計に当たり重量を削減できる箇所がないか、実際の設計に当てはめてシミュレーションしたところ、必要な剛性を確保するとやはりどうしてもサブフレーム分の重量がオーバーしてしまったのです。そこで日産が考えたのが、フォーミュラカーのようにシャーシとエンジンを直接結合することで、エンジンにシャーシの一部としての役割を持たせる、ストレスマウント方式の採用でした。この方法であれば、サブフレーム分の重量を削減した上で、剛性も担保できるだろうと考えたのです。軽量のフォーミュラカーでは、当時すでに一般的だったこのストレスマウント方式ですが、縁石に乗り上げるだけで1000キロものねじれトルクが発生するとされたグループ C では、この設計は難しいとされており、採用された例はほとんどありませんでした。しかし、日産は重量問題を解決するには、この設計を取り入れるしかないとして、この負荷に耐えることのできる新型エンジンの設計と、カーボンモノコックシャーシの導入を決断。P10 プリメーラ、R32 スカイラインを手掛けた水野和俊が、開発プログラムのメンバーに加わり、プロジェクトがスタートしたのです。日産は、カーボンモノコックシャーシ製作の委託先としてマーチやローラをはじめ、ウィリアムズ、ベネトンなどの F1 コンストラクター、トム・ウォーキンショーレーシングでジャガー、XJR シリーズを手掛けていたトニー・サウスゲートらにもコンタクトを取り、委託先を選定していきました。最終的には、クローズドボディの経験やシャーシ生産のキャパを考慮して、エリック・ブロードレー率いるローラへ、シャーシ製作の委託が決定。88年のルマンの会場で両社は提携に合意し、本格的にマシン開発がスタートしたのです。そしてこの頃、プロジェクトの成功に必要不可欠であるもう一つの要素、エンジンの設計もスタート。
87年から日産のシーカーエンジンを手掛ける林義正は、マシンとの重量バランスとエンジン性能を総合的に考慮し、V8 エンジンの排気量を 3.5 リッターに引き上げることを決定。しかし、日産車内の事情が複雑に絡み、この排気量引き上げは一筋縄ではいきませんでした。87年のマシンに搭載された3リッター V8 の VEJ30 エンジンは、かつてプリンス時代に初代スカイライン GTR や日本グランプリを制した R382 のエンジンを生んだ石川義和が設計を手掛けていましたが、これは日産上層部のある重役の意向によるものだったといいます。しかし、VEJ30 はパフォーマンスを発揮できず、87年の途中には、林がエンジンの改良を託されシーカープロジェクトへ。88年の途中には、先代モデルを改良した VRH30 の戦闘力をさらに上げるため、排気量を 3.4 リッターに拡大しますが、この改良に一部の上層部が猛反対。表向きには3リッターエンジンの改良ということにして、ひっそりと 3.4 リッターエンジンを投入したといういきさつがありました。89年に向けた新エンジンの開発についても、当然のように社内の一部から反発が上がり、一悶着あったといいますが、最終的には後からストロークを伸ばして 3.5 リッターにするという形で押し切り、なんとか新設計の VRH35 の開発が始まっていったのです。排気量アップとともに新エンジンの課題となったのは、ストレスマウント方式に耐えうる剛性の確保。これを実現するため、VRH35 では、ボアピッチを縮小し、エンジンの全長を115ミリ短縮、コンパクトな設計とすることでねじれ剛性に強いブロックを製作。シャーシへのマウントも、シリンダーブロックではなく、ヘッドカバーとオイルパンをモノコックに結合する分布荷重方式を採用するといった工夫がなされました。さらに、ブロック内のシリンダーライナーの素材には熱伝導率と冷却効率に優れたアルミを採用。エンジンの重量は目標の180キロをクリアする167キロで、パワーは先代モデルを50馬力以上上回る800馬力以上を発生、希薄燃焼によりカーボンの発生を削減し、省燃費も実現した新エンジンが完成したのです。こうして、日産の89年のグループ C マシン、R89C が完成。マシンのデザインはルマンでの最高速を意識し、全体的に低く設計され、リアタイヤをカウルで覆うなど、ドラッグの低減を徹底。ローラ製のカーボンモノコックに、新設計の VRH35 エンジンをストレスマウントした、完全新設計の本格マシンで登場しました。シーズン開幕前のテストでは、目標値を超える最高速386キロでの連続走行と、低燃費性能が確認され、ドライバーからの評価も上々。ルマンでは400キロに迫る走りを可能にし、生まれ変わった R89C には大きな期待が集まったのです。またこの年は、ルマンが組み込まれていた世界選手権が世界スポーツプロトタイプカー選手権、WSPC へと生まれ変わりましたが、これにより規定が改正、シリーズへのフル参戦が義務付けられ、ルマンのみのスポット参戦が不可能に。これにより、ルマンや日本開催ラウンドのみにスポット参戦していた日産も、WSPC へフル参戦することになりました。テストでは順調な仕上がりに見えた R89C ですが、ローラ製のカーボンモノコックの精度などに問題が見つかったこともあり、急遽改良を実施。これにより WSPC の開幕戦、鈴鹿を先代の R88C で戦い、R89C は第2戦のディジョンが実戦デビューとなったのです。このレースでは一時4位を走行するなど、ポテンシャルの高さを見せる走りを見せましたが、マイナートラブルを頻発させたことで最終的には15位。いきなり結果を残すことはできなかったものの、そのポテンシャルの高さに注目が集まりました。そして、迎えたルマン24時間レース。日産はニスモ、エレクトラオートモーティブ、ヨーロッパ日産と異なる体制で、3台の R89C を投入し、この一戦に挑みました。日産勢で予選最高位となったのは、ジュリアン・ベイリー、マーク・ブランデル、マーティン・ドネリーがドライブした24号車で、総合13番手となりましたが、日産勢は決勝日のウォームアップでは、ハイペースで周回を重ね、レースでの上位進出が見込まれていました。
するとレースでは序盤24号車のベイリーが飛ばし、4周目には3番手までジャンプアップ。いきなり見せ場を作りましたが、直後に2番手のジャガーに強引にオーバーテイクを仕掛けたところで接触しクラッシュ。上位争いを期待された24号車は序盤で痛恨のリタイアを喫してしまったのです。残る2台はその後も順位を上げながら走行を続けましたが、長谷見正弘、星野和義、鈴木敏夫がドライブする23号車は深夜にエンジントラブルでリタイア。ジェフ・ブラバム、チップ・ロビンソン、アリール・イエンダイクが乗る25号車は夜明け頃までに5番手を走行していましたが、こちらもトラブルを引き起こしリタイアに終わってしまいました。結局4年目となったルマン挑戦は全滅という結果に終わり、翌年以降に課題を残したのです。その後ドイツ国内のスプリントレース、スーパーカップではドネリーが優勝を飾り、 R89C にとっての初優勝となりましたが、その後は速さを見せながらも肝心の結果がついてこず、 WSPC 第5戦ニュルブルクリンクでは一時トップを走行する速さを見せながらも燃費が苦しくなったことで交代し、最後はガス欠でリタイア。第6戦ドニントンではトップを独走しながらもペナルティとパンクに泣き交代し3位と、噛み合わないレースが続いたのです。さらに日本の JSPC にも投入された R89C ですが、こちらでも悪い流れを引き継ぎ、第3戦富士500マイルではワンツー体制を築きながら2台揃ってトラブルでリタイアするなど、勝利から見放され、結局 WSPC、JSPC ともに未勝利に終わってしまったのです。結局日産のグループ C 本格参戦の初年度といえるこの年は期待外れの結果に終わってしまいましたが、時折見せるその速さはライバルにとって脅威となっており、翌年以降のルマン、そして世界選手権制覇の可能性を大きく感じさせてくれるものでした。しかしこの状況に歯がゆい思いを感じていたのは水野でした。水野はローラの開発効率の悪さなどに失望、このままでは優勝まで何年かかるかわからないと感じたといい、シャーシ製作の内製を決断。これにより R89C は新車の投入に伴って1年でその役目を終了、日産は翌1990年新たな体制で世界に挑むことになるのです。いかがだったでしょうか。今回は日産のグループ C カー R89C のエピソードを解説しました。このチャンネルではモータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。